点か 10.21 札幌中島体育センターです。北見帯広と戦いの場を移してまいりまして、いよいよここ札幌へとまいりました。天竜とそして長州、この夢の対決は実現可能かどうかという、そういうファンの期待の高まりの中、友好的ムードから始まった WAR と新日本プロレスリングの関係は思わぬ局面を迎えてしまいました。メインイベント、この男たちが姿を見せます。吉中、木村、青柳、そして
感じですよ。そうですね、そして今捕まったアシストを受けて青柳がコーナーから空手一発の前から竹割るか、折原の顔面普通に歪んでいる、そうなんですね、頑張れ折原、アリーナの二の舞、アリーナの二の舞になってはならない、髪を掴まれた、ものすごい強さですよ、耐えましたよ、逆に反撃転じた、抑え勝った折原、折原、しかし青柳が上にあった、折原起こして、あ、また場外だ、また今度は腰上がる、足上がってた、いやー来てます、血が出ますか、大丈夫ですかね、あー折原一人捕まっている、腰上がる背中でパンチ、あ、そのままコーナー押し込んでいった、押し込んでいった、天竜出てきた、そして腰中への逆水平三発四発、喉元喉笛です、喉笛、ね、喉笛入りましたね、喉笛行きました、天竜はもうこれ怒りの石法事、喉笛一発、そしてコーナーに振ってラリアット、やっぱり天竜、そして木村健吾にも抑えがあった、木村健吾を呼び入れる、木村健吾を怒っている、腰長ちょっと意識もおろう、さすがに天竜、さすがに天竜、相手を見くびってしまったが、そして木村の下が待っていた、北原が出てきてアシストを受けて正面からの蹴り、もう一発蹴り、後ろに回り込んだ、足おんなじだ、足おんなじ、リングの中央だ、北原動けない、誰か助けに行くのか、あ、木村が挑発的、呼んでます、いや、でもこれ反戦司会同盟のペースですよ、そうですね、北原行って、北原立ち上がった、そして木村へ攻める、いけいけ北原、しかし木村も打たれ強い、いや、本当に打たれ強い、反戦司会同盟ですね、ガクッと崩れましたね、ちょっとね、あ、いよいよ天竜ですね、さあ新内登場、天竜源氏はちょっと木村が後ずさり、木村と天竜の睨み合い、その木村の背中越しに天竜はおそらく長州力を見ているはずだ、この木村を崩して腰中を突き落とし青柳を突き落とせば、その後は夢の対決、長州力と天竜源氏の熱戦が待っている、木村と組み合った、あ、コーナーに捕まった天竜、いや本当に試合開始当時から鳥肌が立ってまいります、この一戦天竜源氏郎と木村、いや、やっぱり天竜は手強いぞと、そういうふうな見口でしょうか、そうですね、天竜意外と冷静かもしれないですよ、この状況の中で冷静ですね、本当にね、何か大きくこのリングの中を見据えているという感じ、天竜は
拳打ち、場外拳打ち、木村健吾容赦がない、長州力の前に俺がいる、そういう強い塩路、逆水平チャンプ決定選手の死体がこのままで割れてしまう。手先にチョップでしたよ。手先にチョップいきました。手先にチョップであり、あるいは喉笛師であり、天竜源一郎のその真髄を全て発揮して、この反戦士会同盟にまさに孤軍奮闘で立ち向かうという状況になっています。しかし自らの血を自らのパワーに蓄える天竜がどうも後ろラリアット、そして蹴る蹴る蹴る、まるで木村健吾をサッカーボールのように蹴る、ほんのり振り止められた、すぐさま戻ってくる木村健吾、代わって飛躍が出てきて2段階、天竜源一郎が待っている、立ちはだかる攻撃の天竜、攻撃の天竜、
体格的にハンデありますからね、折原はね。さあ足を取られた折原、ファンの女性から悲鳴も上がってます。さあ小品が出てきて2人で足を持って膝を打ちつける。両膝こっかみじんの折原の生命線は動きですから、足やられるとそうですね、もう本当に戦力半減ですから、フットワークをねバラチナウト持ち上げた小品が乗り捨てるようにカバーに行った。カウント入ります。カウントどうでしょう。おっと蹴り、この新日本プロレス反選手会同盟、天竜の首を狙ってきますか。どうですかね、そこがポイントですよね。折原か北原をやるなのか、あくまでも天竜狙いなのかちょっとまだ見えないですから。そうですね、試合に勝つのか、あるいは天竜の首を橋本に言われた通りに受け取ってこようというのか。パンチだ、青柳折原のパンチ、耐えてるけどもこれはちょっと、しかしここは逃げて天竜にバトンタッチしてくる。折原、木村健吾が蹴り上げる、持ち上げた、引っこ抜いた、バックロッパー、広角の広角の折原ピンチ、足へ回り込んだ木村、両方の足を取った、ズル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 中央まで持ってきましたからね。これです、これ逃げらんなくなります。お、しかし折原首を掴みます。ここでタッチ、タッチが欲しいですね。
顔を変形してきてますね。いやもう逆から倒れてきた。斉藤も上がってきましたよ。斉藤も斉藤も来た。斉藤も誰か倒れた。あ、それも完璧な形の高い位置から落とすパワーボムでしたからね。抑え込むということもしません。余裕のスリーカウントでした。これから戦いはね、はい、斉藤も入ってきましたし、石川、伊藤もいますし、そうですね、試合も伸ばされましたし、はい、これから本当に大戦争になっていくと思います。じゃあ、長野さん、はい、長州力対天竜とかありません、はい、3対3、4対4、5対5、6対6と、全面戦争と言っていいですね。もうこれだけ熱くなったらね、そう簡単にこの戦いの日は消えません。